はい、こんにちは、浅賀です。今日も浅賀チャンネルに遊びに来てくれた皆様、いつもいつもありがとうございます。この動画はね、2020年の7月に行われた高3の真剣模試の中でも Z シリーズをやっていこうと思います。またね、これもすげえ長い動画になっていると思うんだけどね、頑張って全部、理解してくれたらなと思います。ではね、早速ね、Z1 の図形と方程式からやっていきましょうか。まず、2点 AB が与えられてて、AB の、中点、AB の中点を通って、AB と垂直に交わる直線 L を求めなさい。これね、これを求めなさいって言うんだけど、まあ、ここで使いたいのはこの2つだね。まず、これね、直線の方程式を求めたいから、通る点、が欲しい。だから、この中点でいいかな。この中点を求めてしまえば、通る点がわかるよね。あとは、傾きなんだけどさ、これさっきもさ、垂直じゃん。垂直ってことはこれね、傾きかける傾きはマイナス1を使いましょうって話。じゃあやってみようか。まずは AB の中点を求めよう。AB の、中点は、中点の求め方は大丈夫かな。X 座標を見てさ、0と8じゃん。これを足し算して、0足す8割る2だよね。2で割ってあげればいい。Y 座標も同じよね。Y 座標見て、8と4だね。8と4を足し算して、2で割るって感じね。で、これ計算すればさ、これが4かな。こっちが12だから、6だね。46ってのは分かったね。まず通る点が分かりました。あとは傾きだよね。傾きはこれ使いたい。傾きかける傾きはマイナス1を使いたい。まずは AB の傾きから求めようか。AB の、傾きは、AB の傾きっていうのは、これさ、あれだよね。X の増加量分のってやつだよ。まず、X 座標と X 座標見てあげて、0マイナス8でいいかな。0マイナス8分の上が、8引く4だね。8引く4。Y の増加量を見てあげる。そうすればそこさ、マイナス8分の、4だね。つまり、マイナス2分の1ってのは分かるね。あとは、これを使うために、L の傾きを文字としておこうよ。L の、傾きを、M とでもしようか。M と置けば、このさ、マイナス2分の1ってやつと、M を掛け算したら、そうそうそう、マイナス1になるね。傾きと傾きを掛け算したら、マイナス1になりますよってやつ。つまりさ、M っていうのが2だね。よってさ、求める。L にしようか。L っていうのは、通る点が分かったよ。通る点も分かって、傾きも分かったから式にして、Y、ここね、マイナス6イコール、傾き、2カッコ X、マイナス4ね。ここね、符号ね、入れ替わるからね、4だったらマイナス4になる。あとはこれ計算してさ、2x-8、つまり y は 2x-2 だね。y は 2x-2 と求めることができるっていう話。じゃあ、過去2番いきましょう。はい、じゃあね、続いてね、過去2番やっていきましょうか。まず問題がね、これね、AB を通り、AB を通ってさ、y 軸に接する円を C としたときに、まあ、この C の方程式を求めなさいって問題なんだけど、まずさ、円の方程式といえば、中心と半径が分かれば、こんな方程式が作れるのは、まあいいよね。で、見て、これ中心と半径さ、ちょっと分かんないの、このままじゃね。どうしようかなって話になって、今さ、円と接線があるよね。円と接線思い出そうか。円と接線があったときに、こんなふうにね、円の外部の点から円に向かって接線を引くのね。そうすると必ず2本できるんだけど、まずこの点から接点までの距離と、この点から接点までの距離っていうのは必ず等しいっていう性質があります。で、もう一つが、これね、円の中心から接線に向かって線を引いたときに、必ず垂直に交わるっていう性質があるね。で、今見て、これさ、円の中心をさ、適当に、ここら辺にしようよ。そうしたときに、こっから接線に向かって線を引いてみたら、ここの角度は、そう、90度になるよね。90度になる。これがだいぶヒントだよ。だいぶヒント。こうしてやればさ、円の中心がさ、今さ、X 座標、Y 座標なんだけど、Y 座標すぐ分かるんじゃない？ 8 だよね。8って分かるじゃん。まあ、X 座標分かんないから、まあ、文字としてここよ。ちょっと書こうか。円と接線。円と、接線の性質よりまずね、C の、中心を、A8、と置くことができるね。でさ、A8 って置いてあげればこれさ、半径すごいじゃない。半径何？ A だよね。半径 A って分かるじゃん。半径が、A と置くもう分かるよね。で、中心と半径分かったから、式にまずしようか。カッコ、x-a だね。a-8 足す y-8 の2乗が、a2 乗。っていうのが分かるよね。で、ここで一回ストップしてる。
俺この後どうしようかな。うん、ってなって、まあ、カッコ一番をちょっと思い出してほしいって。まあ、カッコ一番何やってたかって、カッコ一番さ、AB あってさ、AB の、うん、中点、AB の中点を通り、AB に垂直な直線、垂直な直線を、まあ、L としたんだよね。うん。で、今さ、見た。円と弦があるじゃない。円と弦、これも使うんだよ。円と弦、ちょっと確認しようか。円と弦があったときに、これね、性質として、弦の垂直二等分線、垂直二等分線っていうのが、円の中心を取るとね。これ。弦の垂直二等分線が円の中心を取る。見て。ね。これさ、AB の垂直二等分線が、まさに L だよね。ってことは、この今書いてる L っていうのは、円 C の中心を通るよね。これなんだよ。これ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 。ね、垂直二等分線っていうのが、うん、円の中心を通る、うん、これ使いましょう。 L は、うん、円 C の中心を通るのではいはい。じゃあね、 L っていうのこれね、うん、これに中心代入しようか。 X 座標が A で Y 座標が8ね。いくよ、うん、8-2a-2 でいいかな。あとはそこに移行して 2a が移行して10だね、うん、つまり a が5だよね。うん、英語。ってことが分かったから。あとはさ、これさ、ペンと代入すれば、これ丸1でしょうか。うん。丸1より、うん、代入しておしまい。x-5 の2乗、y-8 の2乗、イコール25。で、分かんない。まあ、こっちはさ、知ってるね。円と接線ね。うん、外部の点から引いたときに、ここの長さが同じと。うん、垂直、垂直はいいけど、これ忘れてる方がいいんじゃない。うん。弦の垂直二等分線は円の中心を通る。うん、ここで覚え直そうね。じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあね、ラストね、カッコ2の後半戦いきましょうか。問題これね、また NC の、うん、周上で AB の上側だね、上側に点 P を取ってタンジェントの APB を求めなさいってことなんだけど、この絵描いただけでさ、どうすればいいんだろうって。うん、APB のタンジェント、困ったなってなっちゃうじゃん。だから一回戻ってさ、カッコ2でやってたことって NC のまず方程式を求めてね、つまりこの NC の中心と半径は分かってね、うん、円の中心が分かったらさ、その時の角度って結構比較的みんな知ってるよね、これ。うん、円の性質としてさ、円の中心を通る、つまり直径ね、直径の時の円周角って90度、これみんな知ってるじゃん。これちょっと使ってみようよ。うん、いくよ。まずさ、A 描いてみて、うん、Y 軸描いてさ、それに接する円を描いてみれば、ここさ、今ここに B があるよね。うん、ここに A があるじゃん。うん、中心を通る円周角、どういうことかというと、まあ、同じ、うん、この線に行くから大事だよ、この線、うん、この線描いてあげればさ、ここでできる、うん、円周角ってさ、ここ何度、そうだよね、90度、これ知ってるじゃん。はそれがどうしたって思うの知ってるよ。これさ見て、これさ、ここの APB の角度とどっか同じじゃない？目見えた、うん、ここの角度とここの角度って同じだよね。いや、これに気づくか気づかないかだと思う。うん、これね、まず中心求めたから、これね、方程式求めたから、この中心のこの円周角に気づくかどうか。あとは最後ね、円周角の定理で、あ、ここを求めるんじゃなくて、ここを求めるんだっていうのもちょっと難しいかな。うん、ね、こういう問題でした。じゃあこれやっていこうか。まずさ、これ名前つけていい？ここさ、円の中心、円の円 C の、うん、中心を、うん、D とでもしようか。これさ、中心の座標わかるよね。何58だね。うん、58。うん、で、さらに BD と、うん、NC の、うん、交点のうち、うん、B じゃない方、B じゃない方、B でない方かな、まあいいや、うん、B でない方、まあこれを、E とでもしようか、うん、うん、E とでもしてあげれば、まあ、E の座標ってさ、何々これ、ここが、うん、58だよ、うん、つまりこれさ、半径5だよね。うん、だから、うん、18だね。うん、18。で、分かるよね。これでさ、これのタンジェント求めることできるんじゃない？うん、タンジェント作りやすいよね。ちょっと回そうか。うん、回してあげてさ、優しいね。直角、今ここの角度求めたい。いいだね。うん、これだ。で、今座標も分かってます。A が84だね。A が84でね、E が18だね。うん。で、あとは B が08ってのも分かってる。うん。これのタンジェントを求めたいってことさ、どこの長さ知りたいの？うん、ここでね。AE の長さと、そう、AB の長さが分かりゃいいね。で、この長さってさ、座標分かってるから、距離の公式使えば一瞬でね。うん、じゃあまず AE からいこうか。うん。AE っていうのは、うん、距離の公式ってね。AE っていうのは、これ、X 座標引く X 座標だよ。つまり、10-8の2乗を足す。こっちは、
うん、8引くね、うん、8引く4の2乗だね、うん、つまりこれ計算して2の2乗だから4だね、うん、足すこっち4の2乗で16、うん、つまりこれルート20だから2ルートだ。はいはい、次行こうか。次は AB だね、うん、AB の長さ求めるね。 AB っていうのは、うん、ルートをつけてあげてさ、まず X 座標からいきましょう。0引く8一瞬でいい64、うん、こっちも、うん、8引く4の2乗だね、つまり16だね。あ、16ちょっと早かった大丈夫。あ、これさ計算したらルート80、ルート80って何ルートなんだろう。いけるかな。 16×5 なんだよこれ。あ、 16×5、 つまりそう4ルート5ね。あ、4ルート5だから分かったね。これでタンジェントできるんじゃない。よって、あ、タンジェントの、うん、AEB でいいかな、うん、角 AEB、 AEB っていうのはここでね、横分の縦だね、横分の縦、つまり AE っていうのはここでね、2ルート5、2ルート5分の、うん、これね、縦ね、4ルート5。はいはい、つまり答えが2って分かるよね。うん、なんだけど今さ、タンジェントの AEB を求めたいわけじゃないね。うん、タンジェントの AEB を求めたいんじゃなくて、うん、どこ求めたいの。これね、タンジェントの ABB、 これ求めたいからこれだけ言おうね。円周角の定理より、うん、円周角の定理より、うん、今言いたいですね。 AEB、 AEB ってやつとどこを同じなの。うん、APB ね、うん、角 APB が同じです。したがって、うん、タンジェントの角 APB っていうのも2になるって言うんですね。難しいね。まあこのままタンジェントはちょっと求められない。でここで注目したのはこれだね、円の中心、円の中心を通る、あ、つまり直径、直径の円周角は誰でも知ってる90度でね。あ、これ何回も出てきたんじゃない、中学のさ問題でこといっぱいあったね。この90度ね、90度使ってさ、こうなるとかこうなるとかいっぱいあったじゃん。これを使うだけなんだよ。あとはこれでさ90度出て、タンジェント出て、どうしよう。そう、円周角の定理ね、中学生の問題みたいだけどさ、むずいよねむずいと思いますね。これむずかった。じゃあ、ね、次の問題いきましょう。